悩み相談、はい、またまた来ました。またまたこちらの本ですね。情報商材完全バイブルの、超特典を申請していただいた方からいただいております。はい、情報ビジネスをしてみたいか、何からどう始めればいいのかわからない、イメージがつかないと、まあ、すみません、ちょっと読んでいただくといいんじゃないかなと。まあ読んでないと思いますので、読んでいた、ただ読めば読むほどまたわからなくなると思いますので、ちょっといろいろとお話しようかなと思います。いや吉田さん、あの読んでみたんですけど、さらにわからなくなりましたみたいな。でこれはね、まあ僕はいつもあの情報ビジネス、コンテンツビジネスはどういう概念なのかっていうのをいつも教えてるんです。あの結構この例え話で言うんですけども、まずね、あの本屋行ってみてください。で本屋行く理由って、大体自分が興味あるものの本しか見ないじゃないですか。もしくはなんか例えば英検取るぞってなった場合、英語の検定のドリルとか探したりとか、なんか自分の悩みを解決するために本屋行くとかね、もしくは趣味のバイクとか雑誌を見るとかね、要は自分のテリトリー範囲のものしか見てないじゃないですか。ではなくて、この視点で見てほしいんですけど、全部の本屋の全部のコーナーです。まあそのでかくなかったらもうすぐ行けると思うんですけど、まあでかい、めっちゃでかいところだったらまあまああれですけど、ざっくりでいいんで、あのいろんなジャンルがあるのを見てほしいんですよ。要は有料でそれ売られてるわけじゃないですか。でどういうふうに見ないといけないのかっていうと、あ、なるほど、こういう情報も売ってるんだっていう、あ、なるほど、世の中にはこういう情報も有料で売ってんだなとか。まあ本って情報商材じゃないですかね、情報なんで。みんな本ってまあまあその人のファンだから買うっていうパターンもあるんですよ。だけどまあ大体の、まあ、8割9割は、まあ、8割ぐらいかぐらいはまあそのなんか例えば料理作りたいってなった時ね、本屋さん行ってクッキング本買うとかね、まあ、そういうのがまあまあまあなんかまあ純粋じゃないですか。で世の中にはどういう情報が有料という値段でつけられて、どういうジャンルでもなんだ情報がそこで積まれてるのかっていう、それをまず見てほしいです。だから要は情報ビジネスのそのなんだろうな、前提というか、なんだ、情報商材、情報教材、コンテンツビジネス教材というのはどういうものなのか。まあ本屋なんですよ、本屋でもその本屋のそのいろんなジャンルを見たりとかしないですよね。どうですか、見たことあります？あ、こんな本も売れてるんだとか。例えばですよ、例えば、まあ、本屋行っていただければ分かると思うんですけど、例えば、50歳から始めるスマホの使い方とかね、たった5分で分かる、あ、これから始める iPhone のなんとかとかね、それ売られてるんですよ。だペルソナは、まあ、50代60代これからなんかスマホをやってみたいけどよくわからないっていうペルソナに対してその情報が売られているわけですよ。でもね、よくこれもね、よくあるんですけども、なんだ吉田さん、それ無料で出てるのに有料で売っていいんですかみたいな、それネットで調べれば出てくるじゃないですかっていうね、この無料を有料にしていいのか疑惑ですよね。その無料を有料にしたら詐欺なんじゃないか疑惑が出てくるわけですよ。だからそれも本屋行ってほしいんですよ。じゃあ本屋で例えばエクセルの使い方とか、まあこうね、まあ、例えばね、こうあるかな、麻雀の使い方っていうような気がするな。麻雀の使い方どっかにあったと思うんですけどね、あった。麻雀入門。僕ね、麻雀、まあ結局やらなかったんですけども、この一番わかりやすい麻雀入門。これね、1000円で買いました。これ定価で買ったんですけど、ちょっと見えないか、光で。じゃあお聞きしたいんですけど、ここの一番分かりやすい麻雀入門、はい、ここで書いてあるパイの上がり方だったりルールっていう、まあ、三眼光とか本論とか、第三元とかね、通位層とかね、四天方とかね、これって余裕で調べれば出てきません？多分。どう思います？余裕で調べれれば出てきますよね、多分ネットにいくらでも。だけど僕は本を買ったんですよ、っていう現象が起こってるってことです。
だこの本の出版会社にね、いやこれネットで出てることなんで書いて出してるんですかみたいな、詐欺じゃないですかって言います？どうですかね、うん、僕は本をただ欲しいんですよ。まあネットで調べ、僕も IT リテラシー一応あるんでネットで調べそれは分かりますよ。ただこの本として買いたかっただけなんですよ。だから買いたいというかね、だから買ったんですけど、まあ要は何でも売れるんですよ。わかります。何でも売れます。じゃあこの一番わかりやすい麻雀入門の情報をっていうのは、例えばね、自分が麻雀仮にやってなかったとしても作れると思いません？これ調べればまとめればいいだけじゃないですか。こんなのはでわかりやすくどうでしょうか。自分が麻雀30年とね、桜井翔一だったかな。なんか30年20年負け無敗の男桜井翔一みたいなね。その人しかこれを作れないんですか？違いますよね。別にもう本当にぶっちゃけ麻雀知らない人でもこれ作れますよ。でちゃんと丁寧にその麻雀のねパイのねやりだったりとかね、例えばそのなんか綺麗になんかそうまとめてたら別にすごく参考になりません？価値になりません？自分がやってなかったとしても、自分が麻雀やってなかったとしても相手が読みやすかったら価値になりません？どうでしょうか。まあ、これもねよく情報ビジネスあるあるなんですけども、なんかそのもちろんね情報を発信していく上で自分が武器がある経験があるってなると発信はしやすいんですよ。自信を持ってエビデンスもあるってなった場合、自信を持って発信はしやすいんでだけなんですよ。結論、まあ、商売していくんだったらその買った人が喜んだりとか満足度が上がればいいわけじゃないですか。どうですか。しっかりちゃんと売れて買った人が満足度があります、それでいいじゃないですか。でまあ お金稼ぐ系だったら相手が結果出ればいい、それでいいですよね。前もなんかあったんですけど、なんか自分に結果がないとどのこうのみたいなね、なんかその青山学院の話を結構出すんですけど、あの4連覇したその元サラリーマンの監督ですね、まあ、駅伝やってないってみたいなね、サラリーマンだよ、まあ、これも本出てるんですけど、ね、サラリーマンだけどもあの監督として4連覇させたと、なぜできたのかみたいな、別にその名選手じゃないんですよ、日本トップレベルの駅伝選手じゃないんですよ、サラリーマンですよ。よくないですか、それ別にやってなくても、うん、だから僕はすいませんそういう考え方です。うん、だからライザップとかもそうで、なんかライザップの CM とかもね、なんかそのトレーナーめっちゃすごいぜみたいな、俺すごいだろトレーナー日本一みたいな CM じゃないじゃないですか。お客さんのビフォーアフターですよね。だからライズアップに入ってしっかり結果が出るのか出ないのか、それが全てじゃないですか多分ね。そのすげえめちゃめちゃすげえ日本一のね、なんかマッチョでね、めちゃめちゃかっこよくてイケメンでね、めちゃめちゃすごいなんかトレーナーです、なんかグランプリ5個栄冠みたいなね、日本最優秀賞トレーナーみたいな、だけど教わった人誰も痩せなかったらどうすか。まあそれはないとは思いますけどね。うん、まあちょっといろいろとだいぶその広げてお話ししてますけども、まあイメージがつかないっていうことなので、イメージをつける上でそもそも前提どういうものなのかっていうのをやっぱ自分の中である程度腑には落ちないとは思いますけども、そういう視点で本屋で本を見たことがないと思うんで、それを始めてみたらいいと思います。うん、そう前ね、そのかなり昔なんですけども、これね3億ぐらい売ったのかな、多分ね3億ぐらい売ってると思います。2億か3億だったような気がするんですけども、まあ、途中ホリエモンもちょっと出てきたんですけど、なんかそのアドビの使い方、エクセルの使い方、フォトショの使い方、まあ、とりあえずネットでなんか必要だろうみたいな、 IT で必要だろうみたいなその使い方を380時間だったかな、そのまとめたなんとか大全集みたいな、なんかそういう教材があったんですよ。これ田中さんっていう人だったかな。それもうめちゃめちゃボリューム出して、パソコンだ、それはセールスレターでどういうふうにやってたかっていうと、パソコン教室いくらですよねと、で僕の教材は2万円ぐらいです、でずっと学べます、しかも動画で学べますみたいな、でそれで3億ぐらい売ってたんですけど
途中ホリエモン出てくるみたいなね。ちょっと名前忘れたな、その商品名で。ただそのやり方ですよ、そのやり方を丁寧親切に、さらにめちゃくちゃボリュームあるみたいな。でパソコン教室高いよねと、これ自宅で学べるし、1回買ったら月額サブスクないよっていう話で、だこれ1セットあるといろいろ使えるよみたいなコンセプトですね。でそれで 2,3 億売ってます、うん、はい。ちょっと今ちょっと点滅してきた、ちょっと熱が出てきてるんで、ね、ちょっとすみません、これ連撮りで撮ってるんですけど熱が出てきちゃったな。大丈夫ですかね、とりあえず本屋行ってほしいです。でちょっとフレームを外してほしいというか、うん、でプラスそのフレームが外れた上で、まあ、この本を読むとちょっと入りやすくなると思いますけどね。情報ってそもそも何なの、情報ビジネスってそもそも何なの、なぜ人は情報を買うのか、なぜこの情報は売れてるのかみたいな話です。なぜこの本は売れてるのか、なぜこの本は本屋に出てるのか。前ね、そのびっくりしたんですけど、料理本でクックパッドランキング100みたいなの売ってたんですよ。いやいや、クックパッドのアプリ見ればええやんみたいなね。クックアプリ、クックパッド のトップランキング100を本にしてるとかね。いや、アプリ見ればええやんって思いましたけど、買いました、それ。どんな感じかなみたいな。あんま見やすくなかったですね。それ500円ぐらいだったんですけど。まあ、買いましたよ。買いました。まあ、僕は違う視点で買いましたけどね、うん、あとネタでそう使うっていう部分で、うん、はい。ということでいろいろ申し上げましたけど、回答とさせていただきます。ありがとうございました。